チくん、何が来た？ラビュー。ラビューチくん、念願のラビューが来ました。やったー。今日はチくんはこのラビューに乗って飯能にある、メッツァビレッジ、ムーミンのね、テーマパークのところに行きたいと思います。どう？形いい感じ。いい感じ。すごいさ、どう？電車ってもっと四角じゃない？これは丸。丸。丸っぽい。ダサンクトが丸おっきい。丸おっきいね。乗ってもね、すごく大きく感じるよ。大きい。うー、チクどうですか？広い。そう、西武秩父行きです。ちゃんと下見える。ちゃんと下見える。ちょっとときちゃん、すごいね、窓がすごいじゃん、チック、ね、窓大きいよね。ありがとうございます。すごい、見せて見せて、かっこいい。なんかこんなラビューのキラキラのカードもらえました。いいね、チック特急ラビューをよろしくね。だって後ろ塗り絵かな。わー、窓大きいね、ときちゃんもね。あ、見て、この隣、ほらビューレットアロー。やっとー、近っ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 。てくいいじゃん、一番前座れてる今、今日はね、ちょっと特別なこのツアーに参加させていただいていまして、この一輪車ほぼほぼ貸し切り状態で、でこの一番前の席は自由に座っていいですよってことになってます。ここからでもすごい前見えるね。一番前のお席座っててもさ、ほら、あそこのところから見えるんだ。道入りだ。踏切見えるね。ね、見えたね、時ね、時も見えたって。あ、ラビューだ。本当だ。もう一本いる。こっちです。こっちにもお願いします。またまただね。あ、早いよ、なんかもう着いちゃう。だって特急だもん。そうだね、確かに。特急だもん。飯能のね、駅もね、ちょっと今回ね、このメッツァビレッジとかムーミンのオープンに合わせて、ちょっと北欧風にね、リニューアルされたってことなので。そうね。あ、やったー、飯能駅到着で、バイバーイ。バイバーイ、バイ、ありがとう。バイバイブー。あ、バイバーイ。早いよ、もう。かわいいね。早いんですけど、なんか柱もかわいいね。木だよ、木。すごいね、今風のこの木目調の感じがいいよね。カモメさんが改札の方教えてくれてるんだよ。すごいね。こんななんか階段の脇に立体的に、これはアートですね、完全に。もうラビューが展示されてるじゃん。すごい。でも一個残ってるやん。早いね。でも一個残ってる。一個残ってる？あ、本当だ本当だ、止まってるのがあるね。止まってるラビューがある。すごいね、いい感じ。かわいいね、ムーミンバレーパーク。わわわわわ、早い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 。ビュー待って待って、早い早い。ザ・ビレッジマーケットホールだ。すごい、フィンランドマーケットホールありますからね。ヘルシンキあっちですって書いてあるけど、 7781km って。もう行きたいね。なんでここ日本なのにヘルシンキ、ね、そうだよね、日本なのに。でも、ま、ヘルシンキはこっちの先にありますよってことなんだ。ほらー、なんかこういうのもお店なの。これ上行ってるかな。あ、アラビアとかのなんかポスター貼ってある。あ、アラビアのヤッホー。気をつけて気をつけて、ゆっくり降りて。お花も綺麗。お花綺麗ね。見て、その隣パンジーいっぱい。本当？あ、本当？これそうかな。よいしょ。
もうゴローンってやるで、ゴローンって。ゴローン。いい感じでーす。いやー、一日こういうとこで過ごしたいね。すごいね、いい感じ。ここも込みでの景色でーす。こんなフォトスポット。こっち降りたいね。え、そこちょっと危ないよ。危ない危ない。かわいい。これ何？チクそっち側、チクそっち側。これ何？ペンだ、ペン。ペンとインクだ。ねえ、その上に。リトルミーとムーミンが座ってます。かわいい、赤ちゃんだよ。かわいいね、赤ちゃんじゃない赤ちゃんじゃないのよ、お姉さんなのよ。ずいぶんムーミンママだ、かわいい。ちゃんとほらハンドバッグ持ってるよ、ムーミンママ。このシルエットなんだ、なんだ。ボードードドキドキ。ここにもなんとある。ママ、ここにもなんとある。そうだよ、てか、おー、すごいじゃん、ね、水浴びの建物、水浴びの家。でも水だってだ。そう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 、今日は中に入れない。あ、中ね、多分入れはしないんだよ、いつも。あ、すごい、ちゃんと表札じゃないけど、トゥーティッキーって書いてある。おしゃまさんですね、おしゃまさん。ね、見て、何が見える。果物空。うわー、ほんとだ、おいしそう、おいしそう。いちごとかいっぱい。そうだね。あ、あのね、見て見て、壁にさ、しましまのお洋服とさ、青いお帽子かぶ、うん、かかってるでしょ、うん、あれがね、このね、トゥーティッキっていう子がね、着てるお洋服なの。あ、あとママ、見て、うちわがある。ね、そうだそうだ。あと見てて、枝が落ちてる、ほら。枝が落ちてるの、それたまたまじゃないかな。ムーミンパパさん、冒険家なんだよね。あはは、ママ、ムーミンマンマ、ムーミンマンマ、あはは、ってありがとう、あはは、ありがとう、ママ、パパ、パパ。私たちムーミンとスナッキン、こうやってね、みんなお魚見たりしてるんだよ。わあ、ティクほら、ムーミンハウスちょっとさ、今そこお庭入れるんじゃない？ティク中には入れないけど、うん、今そこはね、1階の中が見れるんだって。2階は見えないよ。すごい。ママ、2階は秘密の部屋。うん、2階は秘密だね、見えないね。ティクすごいじゃん。うん、あ、中に階段ね。旋、うん、階段みたいな。あ、焚き火とかある。焚き火。そうだね、あそこはね、あれかな、暖炉かな。そうだよ、ね、お写真とかなんかいっぱい、チェック見て、お写真がいっぱい飾ってある、あそこ。本当だねえ、うん、竹むす、かわいい。葉っぱになんかシルエットでいるよ、キャラクターが。かわいい。え、全部そうなの、ここらへん。これすごく有名なイラストですよね、この原画は。これをこの実際に、はい、ああなるほど、物にして。確かに、前を出て、あははは、そう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 。わ、お水の波紋が、なにこれ。あ、すごい、だからボートがあるんだ。わー、今我々がいるところ、お水の波紋が、ほら、これスナッキーのボートだよね。え、あ、おみ、見て見て、お目目が、ほら、チクのこと見てるよ。あれ、あ、お花咲いた、お花咲いた、見てるよ。あ、芝生だ、今は。わ、花が咲いた。前にいとく？青。うわ、リンゴ食べちゃった、じっくん。ほら、後ろもお花畑だ、みんないるね。結構大きいね、こう見ると。何それ、漫画？くるくるやれるの？うん。ほんとだ。ムーミンだ、見て。サーカスがやってき、あ、それぞれ、これお話だね。ほんとだ、ほんとだ。あ、トキもやってる。トキもやってる。トキ楽しいの。ムーミン書いてあるね。やったー。トキちゃんどうですか？かわいいね。さっきのところだ、ここ。
ね、そう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 、さっきのさ、ほら外から水浴び小屋、そうそうそう、そうそう、あれあったじゃん、ね、本物のね、大きいのがあったね、うん、そうそう、この世界観をね、ここのムーミンバレーパークは再現してるんだよ、あの恐竜ね。さあ、そしてこちらお昼ご飯ですね、パンケーキのお店でいただきます。わわわわわ、すごい、切り株パンケーキ、うわー、パンケーキ以外にもね、いろいろとこんな鮭のね、グリル、ボイル焼き、グリル焼きかな、おいしそう、おいしいですか、おいしいですいいな、パンケーキ、ほうれん草だって、初めてだね、ベーコンとか乗ってていいじゃん。あとママ見て、コップかわいいんだよ。コップかわいい、ほんとだ、全部ムーミンだね。このコップのところもほら、あ、ほんとだ、そこにも、すごい、かわいい、ベリー盛りだくさんですね。ちょっと切るのがもったいないけど、夢のようなホットケーキは、あ、すごい、中にもクリームがすごい、あ、おいしい、酸っぱい、そんなにね、すごい、いわゆる色味からしてのすっごい甘そうって感じじゃないですね、酸っぱくておいしいです。さあ、チェックン、じゃあ今から吊り橋とかアスレチック行ってきます。ポト行きばいってね、滑り台、ちょっと待って、滑り台、よいしょ、よいしょ、行きます。ふう、ゆっくり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 、あ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、よいしょ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 、ゆっくりね、静かだよ、わー怖い、わー怖い、わー怖い、揺らしちゃダメ、揺らしちゃダメ、よいしょ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 、渡り切りました。お、ここ小屋だ、ちくん小屋があります、かわいい、なんか入る、うん、あ、かわいい、ここで座ろう、休憩、隠れ家的な感じがします、かわいい、あれ、誰だ誰だ、覗いてます、ひどいね、こんなとこからやめてください、ゆー、じゃあ行ってみよう、タン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 、よいしょ、踏切、まあ、うわー、ドン、あ、ててててててて、網で行く、うん、いいよ、だって女の子だ、あの、あれで男の子のこの網じゃないそこは別にどっちでもいいんじゃないのかな、うん、頑張ってー、ルルルルルつなげて、あ、次はロボリボそれはさ、上から降りてくる棒じゃない、シュルシュルシュルってシュルシュルシュルの棒だ、次3階行く、上3階行く、うん、何で行く、あ、これ登る、頑張って、次上、あ、そこからでも登れるんじゃない、はしご、うん、行けそう、はしご、これ頑張って、木のはしごだ、次は、次はこれ持ってくれる、ちょっとママ、はーい、見えるよ、はい、ありがとう、よいしょ、ふぅ、ありがとう、ありがとう、近い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 です親が可愛いね、また小屋だぞ、小屋だぞ、あ、いや、見て、ヤシの木、ヤシの木、あ、ほんとだ、ヤシの木がある、可愛いね、なんかコップとかもあるね、うん、よいしょ、よいしょ、ママ入れたら、シュルリン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 、チェックン、ムーミンがいるってよ、うん、お写真撮る、うん、あ、ムーミン、ムーミン、こんにちは、チェックン、ムーミンにぎゅーい、はーい、止まらないよ甘いママもフィンランドでね、ムーミンと撮ったんだけど、ほらね、ムーミンいたよね、父寝てるね、ね、さっきムーミンね、踊ってたんだよってなんかね、ジェスチャーで教えてくれたね、この後もショーがあるんだって、一気にバーンって叩くんだよ、強く、まだだよ、まだだよ、せーの、2、3
一、はい。あ、惜しい、惜しいじゃん。三、二、一。あ、惜しいね。惜しかった、惜しかった。お兄ちゃんすごく、あ、なんかもらえた。やった、なんていうの？ありがとう、ありがとう、やったね。ピンバッチでーす。ありがとうございます。こうやるんだ。さあ、ということで、ジク、今日は何に乗ってさ、来たんだっけ？ラビュー。そう、西武の新しい特急車両、ラビューに乗ってですね、ここ飯能まで来て、このメッツァビレッジとムーミンバレーパークにやってきました。私がフィンランドで行ってきた、ね、ムーミンパークの感じそのものですね。無料でね、遊べるアスレチックとか、有料でいろいろ体験できるブースなんかもあって、もうね、一日中なんかゆっくりとね、公園で過ごす感じで楽しめる素晴らしい場所だと思います。さあ、ということでね、皆さんもぜひぜひ西武の新しい特急車両ラビューに乗って、来てみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、ラビューに乗って飯能ムーミンバレーパークにやってきたでした。ありがとうございます。